とんでもない技術です。お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは？何度見てもすごすぎ。震災後の日本の復旧技術が神業すぎる。をお送りするっす。皆さんは東日本大震災時の道路の復旧作業にどのくらいの時間がかかったかを知っていますか？3月11日に発生した東日本大震災の後、大手高速道路管理会社ネクスコが茨城県の道路の復旧作業をした際の比較写真が話題になりました。当時、茨城県は震度6強の大地震に見舞われました。写真からも道路が大きく破壊されている様子がわかり、当時の状況がいかにひどいものだったかが伝わってくるっすね。ちなみに破壊された場所は長さが150メートルにも及んだそうです。でも比較画像を見ると、作業後の写真はまるで同じ場所とは思えないほど綺麗に整備されています。ここまでの状態に戻すには最低でも 1,2 ヶ月はかかると思うっすよね。それがなんと、実際にこの復旧作業にかかった日数はたったの6日間でした。この恐ろしく早い神業に世界からは称賛の声が上がっています。海外の反応。日本人の不屈の精神があってこそできたものだよね。本当に素晴らしいよ。僕は日本で働いたことがあるからわかるけど、日本人って当たり前のようにすごいことを成し遂げちゃうんだよね。この状態をたった6日で直しちゃうなんて、やっぱり日本は先進国だね。日本のインフラスピードは他国では絶対に真似できないよね。日本は自然災害が発生しやすい国だけど、だからこそそれが起こるたびにレベルアップしてる感じがする。うちの国なら早く直せば直すほど安全性に問題はないのかと疑ってしまう。でも日本の場合はそういう不安が一切ない。不思議だ。本当は2年くらいかかったんじゃないの？ 6 日って。写真内の木の色が違うから6日と信じない人もいるみたいだけど、単純に光の入り具合が違うからそう見えるだけだ。実際にこの件は動画でも取り上げられていたしね。信じられない気持ちはわかるけど、日本がスピーディーに復旧を成し遂げたことは間違いないよ。フォトショップで加工したんじゃないかと疑うレベルだ。本当にすごい変化だね。日本人がこれだけ素早く作業ができるのは、震災や自然災害のたびにしっかりと向き合ってきたからだと思うよ。戦後を乗り越えた日本は本当に素晴らしい。この技術は日本人の努力の賜物だ。イギリスで同じような状況になれば、復旧までに最低でも半年はかかるよ。6日だって？うちの国なら話し合いだけで作業に入る前に終わってる日数だよ。アメリカならどうなるかって？半年は余裕でかかるよ。スペインなら永遠に終わらないぜ。ガウディの作品のようにね。自国と比較して日本の技術力が羨ましいというコメントが多く寄せられていたっすね。実はこのニュースの中で日本の職業に対する価値観についても注目されました。これが日本の働き方のリアルなんだよな。手を抜くなんてことを一切しない。愛する母国のためにみんなが力を合わせて復旧作業に取り組んでいることがよくわかるよ。余計な議論をすることなく即行動に移すその精神は本当に尊敬する。日本の素晴らしいチームワークからなる成果だよね。神業っていうかさ、日本人は魔法使いか神様なんじゃないかと思ってしまう。日本人は基本的におとなしいイメージがあるけど、いざという時の決断力の速さと行動力は本当に素晴らしいと思う。僕の同僚の日本人も恐ろしく仕事が早い。それでいてミスもない。自然にそれができるって本当にすごいことだと思うよ。私は日本人の同僚に迅速かつ丁寧にという精神を教わったわ。この復旧作業がまさにそれを示しているように思います。日本人の働く姿勢が
世界中で称賛されていることがよくわかるっすね。実はこの復旧作業の裏側には近隣住民のサポートもありました。近隣住民が復旧作業で取り除く土を田んぼの近くに置くことを許可してくれたおかげで、作業員は逐一ダンプカーに土を運ぶ手間を省くことができたんです。結果、当初9日を予定していた工事はたった6日で終了することができたんだそうです。震災当時は誰もが悲しい気持ちになりました。でもそんな時にお互いを助け合う気持ちを持って行動に移すことができるのは素晴らしいことっすね。このように迅速な復旧作業によって2018年時点では主要被災地のほぼ全ての道路整備が完了しました。とりわけ大きな被害に遭った福島県でも2021年時点では 97% 以上の復旧工事が終了したそうです。被災地が着実に復興へ向かっていることは本当に嬉しいことっすね。東日本大震災以降も多くの災害が相次いでいる日本ですけど、災害のたびに復旧の速さや技術力は増しているように思います。2018年には大阪で震度6の大地震が発生しました。当時現場では川が氾濫を起こし、ガスや電気が止まるなど大変な思いをした人が多くいました。現場の写真からも道路が破壊され、中に水が溜まっている様子がうかがえます。しかしこれもまたたった1日で復旧作業が完了しました。翌日には何事もなかったかのように普通に車が通行できたというから驚きです。この件に関しても海外からは多くのコメントが寄せられています。海外の反応。こんなに早く直せて逆に大丈夫なの？っていうか、なんで直せるの？大阪の地震はとても悲しいですが、この復旧には本当に驚きました。これもフォトショップを使っているのか？日本人はどうなってるんだよ。日本の道路はいつも整備されていて、本当に模範のような国だよね。ミャンマーなら考えられないことです。魔法でも使いましたか？日本って緊急時にはありえないような力を発揮するよね。日本の作業員たちにとってはこれくらい朝飯前なんだろうな。災害時にどう動けばいいかを心得ているんだろうね。じゃなきゃこんなに効率的に動くことはできないよ。お願いします、インドにこの技術を教えてください。自然災害は日本には絶対に勝てない。いや、昔から自然災害をも味方につけるのが日本だった。おい、俺の国の政治家、見てるか？いい加減日本を見習えって。こんなことありえない。これはきっと忍術だろ？さて、福岡の道路整備でも同じようなことがありました。写真を見ての通り、道路の真ん中には大きな穴が開いています。長さは実に30メートル、深さは15メートルと、非常に大きな穴です。15メートルがどれくらいの深さか、皆さんは想像ができますか？マンションなら5階建てと同じくらいの深さです。そして、当時この穴には、溢れんばかりの水が溜まっていました。しかも、ここは JR 博多駅付近に位置している道路で、突然道路が陥没するという想定外の出来事に、市民は慌てふためきました。この混乱を収めるために、福岡の作業員たちは、夜通しセメントを入れ続けました。ちなみに皆さんは、この復旧工事がどのくらいで完了したと思いますか？この規模だと、さすがに1ヶ月はかかるだろう、なんて思うっすよね。実はこの工事、わずか1週間で完了しています。この対応の速さについても、海外では大きな話題となりました。海外の反応。まさに神業。日本人にはできないことがないみたいだね。こんな大きな穴をすぐに復旧できるなんて、すごいとしか言いようがないよ。私の住んでる国では、この整備をどうするか議論するだけで半年くらいかかりそうだ。
俺の国なら早々に諦めてきっと何もしないな。昔マンチェスターでもこれと同じようなことがあったけど、その時は復旧するのに半年かかったよ。僕の国でこの穴を直したら、数週間後には同じ場所にまた同じ穴が開いているかも。日本人の行動力はすごすぎます。うちの国なら夜通し作業するなんてありえない。日本に住んでいたらもっと感動しただろうな。ドバイでも最近これと似たようなことがあったけど、2年経った今も 3,4 割くらいしか進んでないわ。直す気あるのかしら。日本のインフラ整備は本当に素晴らしい。カナダではこれと同じような作業に2年かかったよ。俺も日本の作業員の元で働けば、これと同じ神業を使えるようになるのかな。最後に心温まるエピソードを一つお話しするっす。東日本大震災当時、ある一人のおじいさんがインタビューに答えました。このおじいさんの名前は只野明雄さん。巨大地震発生から3日目の2011年3月13日、現地はまだまだ大混乱であるにもかかわらず、インタビュアーは只野さんに不安をかきたてるような質問を向けます。でも只野さんは優しい笑顔で、大丈夫です、また再建しましょうと力強く答えたんです。当時その映像は日本中に大きな希望と勇気を与えました。心細いとかそんなこと言ってられない、大丈夫。その後も只野さんは希望に満ちた言葉を続けました。当時各メディアはこぞって震災による凄惨な被害状況を伝えており、多くの人々は不安に押しつぶされそうな思いだったと思うっす。だからこそ只野さんの発したその言葉と笑顔には多くの人々が救われたんです。只野さんは1977年から岩手県大船渡市で旅館を経営していました。しかし2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波で、3階建ての旅館の2階から3階への階段部分まで浸水するという事態に見舞われ、只野さんらは旅館の3階に孤立した状態となりました。それから2日後、只野さんらは自衛隊によって無事救出されたっす。一方で旅館は鉄骨と基礎だけを残す無残な状態になってしまったそうです。でも只野さんは再建しましょうの言葉の通り、再建に向けて尽力しました。そして2012年6月には旅館の営業を再開したと言います。ちなみにこのニュースの放送から間もなく、只野さんの前向きな姿勢に対してネットでは多くの称賛の声が上がり、この一言がたくさんの人を元気にした、なんとも力強い言葉だ、また一から頑張ろうと思えた、などの書き込みが相次ぎました。特に若い世代からは、日本は大丈夫、おじいさんおばあさん私たちに任せてください、自分が年を取った時このおじいさんみたいに心の強いおじいさんになりたい、など力強いコメントが寄せられました。只野さんの力強い言葉が人生の先輩から若い世代へとしっかりと引き継がれたことがわかるっすね。震災当時のインタビューに関して海外からはこのような意見もありました。日本人はなぜこの悲惨な状況でも笑ってインタビューに答えるの？確かに家のものが全部壊れてしまって大変だったと少し笑顔混じりにインタビューに答えるのはすごく日本人的なことなのかもしれません。外国人なら悲しい時は本当に辛そうな表情をするものです。でも日本人は悲しい時こそあえて笑顔を作るんだそうです。苦しい時にも笑わなければいけないというプレッシャーやストレスもありますけど、日本人みんなが辛く苦しい時、相手を思いやって笑顔を作ることができるからこそ日本は平和なのかもしれないっすね。いかがでしたか？
日本は震災大国といっても過言ではありません。でもそれゆえに日本人の技術や一致団結の能力は他国に勝るものがあると思うっす。これは日本ならではの強みですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。